ヒラノ仕様、対処経緯を暴露する予定だった YouTube 出演を見送り、キングプリンスの元メンバーであり、ジャニーズ事務所を対処したヒラノ仕様、26、が、対処後2週間が経過した現在も沈黙を守っている理由が明らかになった。平野はキンプリの再始動と同時期に注目を浴びることを避けるため、積極的に姿を見せないことを選んだという。芸能関係者によれば、キンプリは現在長瀬連さん、 24、と橋山さん、24の二人体制で活動を再開する予定であり、平野は今週以降に活動を再開する予定だという。また、平野は海外進出を目指しており、英語の勉強とダンスパフォーマンスの向上に取り組んでいるとのことだ。退所直前の平野は、ブログに感謝の言葉を綴り、ファンに向けてメッセージを発信した。また、キンプリがジャニー北川さん、去年87、 がデビューさせた最後のグループであることに触れ、ジャニーさんごめんね。目標届かなかった。ただできないと言われたら仕方がない。と綴っていた。この発言には、平野の海外進出の夢がキンプリでは実現できないとされたのではないかという推測が広がった。対処直前の告白に多くのファンが反応し、一時的に SNS 上でトレンド入りする事態となった。しかし、 平野には対処後に別の計画があったことが明らかになった。映像制作関係者によれば、昨年末に平野に対処後の YouTube 出演のオファーがあり、その中で対処経緯を明かすという企画が進行していた。平野はこの出演オファーに興味を持ち、了承していたが、対処日が近づくにつれて心境に変化が生じた。平野は金プリの残りの二人やこれまでお世話になった人々を考慮し、 YouTube 出演を見送ることを決断したのだという。さらに、比較していた人との関係も疎遠になり、当面は出演する予定はないとのことだ。しかし、この計画が頓挫したことで、平野は新たな目標に向かって進んでいるとされている。以前のインタビューで、平野は、仕事をするにしても、自分のやりたいことができて、プライベートも充実して、ちゃんと手応えも感じられて、楽しく仕事がしたいと語っていた。 平野にはどのような手応えのある未来が待っているのか注目される。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。